原口の保守能力ってそんなにひどかったか？原口の保守能力ってそんなひどかったんかね。メイン保守梅野が110試合ぐらい出て原口を打てる2番手保守として20、30試合くらいスタメン残りを3番手保守が出る。こんくらいのバランスでやっとけばすごくうまく回ってたと思うんやが。試合見てなかった？実際ボロボロだし、盗塁も左遷し何よりキャッチャーで出てる時はそっちで手一杯になるのか全然打てずでさあ良さが全くなかった。2軍の藤田中川みたいな感じか。それじゃキャッチャーはきついわな。まあ矢野は原口の保守能力評価できなかったから本人嫌がってるのに一塁コンバートさせたんだしな。プロから見て能力ないんだろ。金本は金本で負担なくしてもっと打ってほしかったろうし。原口の保守のカードを完全に手放したのはほんま悪手やったわ。基本梅野がスタメンで出て劣勢だったらさっさと代打から原口出して守備つかせて追加点チャンスで代打だけで下がっても別にええわけやし。やっぱうちは保守育成が苦手なんよな。梅野も即戦力だしその前はみんな他球団からの補強だったしな。キャッチャー問題は割と深刻やね。森を取りに行くかと思ったら梅野と心中する気みたいやし来年にでも即戦力取らないと詰む。うち保守おらんしな。原口も控えてもらわんと。梅野は責任感をモチベーションに変えるタイプやから正捕手確定で燃えてると信じたい。他のキャッチャーが正直いないようなもんだからな。中日がキャッチャー探してるみたいだが正直うちの方が困ってるんだよな。